い、どうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。今回で150回目でございます。今回いただきますのはアサヒビールから出ておりますアサヒ贅沢絞りヨーグルトテイストプラス柑橘ミックスでございます。こちらのがアルコール 4% 果汁 15% となっております。贅沢絞りといったら、いろいろな種類が出ておりまして、果汁が多いというので、中通っております。で、説明するより飲んじゃえになりますかね。はい、大体皆さん知ってるでしょうから、はい、ちょっとワンハンドで開けるわけでもなく、はい、まだですね、すいません、ちょっと見間違えました。そろそろワンハンドだと思います。はい、と思ったらまた間違えました。すみません、ちょっとバランスが悪いんですね。膝の上でちょっと撮っているもので、はい、それでは今回こそ一回ひっくり返して、はい、ワンハンドで、開けていただこうかと思います。はい、開きました。若干白濁りみたいな感じですね。飲んでヨーグルトの味と、はい、柑橘の味がマッチしてないですね、これは。はい、だいぶひどいです。ひどいな、これ。なんだろう、ヨーグルトテイストはヨーグルトテイストとして合ってるんですけども、柑橘がヨーグルトに合わないですね、これ。なんだろうな、これ失敗作なのかな。普通の柑橘の贅沢絞りはそんなに間違いじゃないんですけどね、なんでこれは間違えてるんですかね。やっぱり飲んで確かめてもこれは美味しくないですね。なんだろうな、合わない、ヨーグルトと柑橘が合わないんですかね。どうもなんか変な味がします。もう一個ベリーミックスっていうのもあるんで、それはなんかヨーグルトと合うからお酒として成り立ちそうですけども、これはなんかどうも柑橘とヨーグルトが合ってない感じがしますね。わざわざこれ5種類の柑橘を使ってるんですよ。なんかいろいろ種類はここでは割愛しますけども、はい、どうもな、なんかどこ向け、なんか女性向けにやったのか健康向けにやったのか分かりませんけど、これはちょっといただけないですね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。